こんにちは、サンロードの花園です。本日でここサンロードたらぎ店大創業祭、もう平成最後の大創業祭ですね。もう本日最終日となっております。それでは本日はですね、サンロードたらぎ店大創業祭最終日の様子お届けいたします。本日はですね、いろんな豪華商品が当たるお楽しみ抽選会開催いたしました。例えばですね、農産省といたしましては、こちらジューシーがですね、5キロなどですね。その他にもですね、もう水産省や畜産省などの各部門省をはじめ、いろんなですね、豪華商品ご準備いたしておりました。お預かりします。どうぞ、どこでもいいです。軽く座ってください。ではもう一回座ってください。お、米焼酎ですね。あと1回です。どうぞ。でもう1回座ってください。おおっ、すいません。畜産省お願いしていいですか。はい、すごい。先にご紹介します。珍しいこともあるもんね。おお。おお、焼酎飲んで肉食べて。本日も店頭ではですね、武田かまぼくさんによる揚げたてのですね、唐揚げやまた天ぷらのですね、店頭販売行っておりました。お魚のコーナーにおきましては、福岡魚市場からですね、自社便にて直送されてきました新鮮なお魚をですね、お買い得な価格にてご提供いたしておりましたよ。本日は、創業祭でご挨拶までありがとうございました。おかげさまでですね、平成最後の創業祭を行うことができました。令和に変わります。また令和になりましてもですね、お客様たちの町の台所で機能できるよう頑張ってきますので、本年もまたよろしくお願いいたします。サンロードたらぎ店の大創業祭にですね、数多くのお客様ご来店いただきまして誠にありがとうございました。今後ともですね、従業員一同頑張ってまいります。名和もですね、従業員一同頑張ってまいりますので、引き続きですね、ここサンロードたらぎ店をご愛顧のほどよろしくお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録お願いいたします。まだこちらとこちらの動画もですね、よろしければご覧いただければと思います。コメントやですね、 LINE アットマークでのコメントもお待ちいたしております。それではだんだんなー。